イエナー・キーエベ市電は、ウクライナの都市である、イエナー・キーエベ市内に存在する、路面電車。同都市が2014年に、ドネツク人民共和国の実行支配下に置かれて、以降も運行が続いており、2020年現在は、イエナー・キーエベ路面電車、トロリーバス管理会社によって運営されている。イエナー・キーエベは、ウクライナの東部、ドネツク州に属する都市である。 この年に路面電車が開通したのはソビエト連邦時代の1932年5月24日で翌1933年には新たな系統が営業運転を開始した第二次世界大戦時にはナチスドイツとの戦いによってイェナー・アイケーベ市内は甚大な被害を受け路面電車網も運休を余儀なくされたが1944年以降は 復興が進み1948年までに全線が復旧した。戦後は路線の拡張が続き、1965年までに延伸や路線の複線化、車庫の増設などが行われ、ソ連末期の1992年には最大4系統が運行する路線網が築かれた。ソビエト連邦の崩壊後は利用客の減少から2号線の廃止が行われたが、 それ以降も、路面電車は、イエナー・アーキーエベにおける重要な公共交通機関として、多くの利用客を抱え、ウクライナの中で利便性の向上や、路線の整備が進んでいる、路面電車となった。車両についても2012年に、ロシア連邦製の部分調停省電車である71から623が導入され、バリアフリーへの対応がなされた。だが、2014年に、 イエナー・キビベがドネツク人民共和国の実行支配下に置かれて以降、市電の運営状況は悪化している。路面電車の運行自体は継続しているものの、紛争勃発以前と比べて列車本数は減少し、運転間隔も大幅に拡大しているほか、2015年には長期に渡る賃金未払いに対する従業員のストライキが勃発している。 さらに路線や車両自体の整備も満足に行われていない状況が続いており、2018年から2019年の冬季には十分な除雪が行われず長期運休を余儀なくされる事態が起きている。1990年代の2号線の廃止以降、2020年現在まで、イエナアーキーエベ市電では以下の3系統が運行されている。 2013年時点で、イエナー・アーキーエベデンに在籍していた車両は、ソ連時代に製造された、KTM-5M3 と2012年に導入された、部分超低小電車の71から623から02であった。そのうち前車は、同年時点で機器の更新が進んでおり、後者については赤色を基調とした塗装から、人参と呼ばれていた。 ドネツク人民共和国による実行支配以降も両形式とも在籍しているが、営業運転に投入されている車両の数は大幅に減少しており、KTM-5M3 については廃車が進んでいる。これら以外に、1994年には、ウクライナの国内企業であるルハンシクテプロボーズ製の LT-10 が導入されたが、 構造上の欠陥からわずか3年後の1997年に運用を離脱し、長期にわたって留置された後2007年に全社解体された。ありがとうございます。